皆さん、こんにちは。応用です。大家好、我是王洋。久々の応用食堂です。今日は国民的な中華料理を皆さんに教えたいと思います。なんで日本にないのか不思議ぐらいです。あんな簡単なのに、チンジャオロースよりも麻婆豆腐よりも全然簡単なのに、なんでないのか不思議でしょうがない。はい、今日はですね、それをやっていきますよ。はい、その料理の名前は番茄炒鸡蛋、あるいは西红柿炒鸡蛋。はい、西红柿と番茄同じものです。日本語にするとトマトと卵の炒め物です。簡単でしょ、そのまんまですね。はい、じゃあまず材料はですね、こちらです。トマトとタメイゴですね。はい、トマトは2つ、タメイゴは私はちょっといっぱい食べたいから3つにしております。2つでも大丈夫です。CM の影響ですね。はい、まずね、材料は、置いといて、ちょっと下処理しておきます。卵の、卵じゃねえ、トメイトのこの尻尾の部分ですね、お尻の部分ですね、切っていきます。超簡単ですよね、材料って。卵とトマトですよ。どこのスーパーでも売ってます。かつ、調味料もですね、中国特有の、特有というか中国の醤油とかいらないので、はい、塩と砂糖、はい、で十分です。すごい汚くなってるけど 汚いな。 なんかあった。はい、これを切っていきます。ですね、8分ぐらいかな。僕はそんなに大きめ好きじゃないので、まあ半分、12個分に切っていきますね。ちょっと細いかな、まあ適当で大丈夫です、ここは。はい、とにかくこういう形にしておきます。トマトはですね、個人的に汁多い方がいいかな。わ、これ汁多い、しかも色ちょっと緑ですね、これ。なんでだろう、なんかあった？精神状態あんまり良くなかったかな、これ。把番茄切成小块。はい、これでいいかな。はい、トマトの下準備はこれで OK。 で、次は卵ですね。卵を、割って混ぜます。おい、ちょっと多めですかね、今日の量は。大丈夫です。卵はね、タンパク質あるからいいですよね。チャーハンの時はここに塩を入れたんだけど、今回は入れなくていいかな。はい、ご覧にして、じゃあ鍋に投入しましょうかね。はい、火をつけます。油をね、少々入れます。 OK、 待ちます。こういう料理はですね、地域によって、家庭によって作り方とか味とか違うと思うので、だから今回は応用の味になります。いいかな？じゃあ卵を投入。トメゴ投入。おい。なんか CM もやってますよね、最近。なんだっけ？マヨネーズの CM？ マヨネーズ入れないです。はい。卵をですね、僕もちょっと固めが好きかな。そんなふわふわいりません。だからまあ、混ぜてもいいし、ちょっと待って、固くなってから、取り出してもいいし、なんか今日ちょっと口調が外国人風ですね。ますますも外国人ですけど、もうふわふわじゃない。ふわふわじゃないですか？おー、いいですね。いいですね。白飛びしてますかね？わからないけど。まあ、こんぐらいにして、取り出します。はい、次は、トマトですね。トマトもちょっと油少々。さっきトマトの方が水分多く含まれた方がいいっていうふうに言ったんだけど、実はですね、炒めていくうちに水分出るじゃないですか。で、この料理の、まあ、あるポイントはもう汁が欲しいんです。汁をご飯にかけるともう美味しい美味しい。だから汁が多めのトマトの方がいいんですね。で、日本のトマトって
あんまり汁出ないんですよ。なので、まあ、出なければ後で水入れればいいけど、でもそうするとちょっとコクが薄くなっちゃうかもしれないですね。じゃあトメイトを入れましょうか。はい、トメイトを投入。はい、うおーい、跳ねる跳ねる。あ、結構多いですね。2個、おい、あ、1つ脱穀。あ、オッケー、いいですね、色鮮やか。さっきの緑の方ですね、結構汁出てる。うん、いい子だ、いい子。じゃあ水分をね、出すために塩入れましょうか。塩少々、僕の料理全部少々適当です。はい、とりあえずこのぐらい、このぐらい入れますね。このぐらい、このぐらいって何グラムとかないからね。おお、いいね、いいね、出てきてるんじゃない、水分が。で、ここでトマトを投入しましょうかね。トメートを投入、トメートじゃない、トマトじゃない、タメゴですね、タメゴ、タメゴいきます。あ、タメゴも、なんかこうなっちゃってるけど、はい、いいですよ。普通だったらね、もうちょっとね、焦げ目つくぐらいで炒めるけどね、卵を。今日はちょっと緊張しております。もうちょっと水分欲しいので、ちょっとここで水少々投入。あ、いいですね。はい、ここで超大事なポイント、砂糖を入れます。はい、もう砂糖は必需品です。ここはね、このどのぐらい入れるかな。一応さっきの塩よりちょっと多めに入れますかね。砂糖入れないと酸っぱすぎますよね。だから砂糖を入れます。ちょっと弱火にして、味見、スープ飲んでみます。あ、あ、まだね、まだ酸っぱい。うん、もうでもいいけど、まだ酸っぱいです。もうちょっと砂糖、塩もちょっと足りないかな。砂糖を入れて、塩も少々ね。もう炒めていくとね、中国語を教えるの忘れちゃうんですよ。じゃあもうちょっと味見。もうちょっと砂糖欲しいな。上州もね、甘めなんですよ、料理はね。今の感じだと砂糖は塩の3倍ぐらい入れます。完成です。おお、美味しい美味しい美味しい。はい、大体塩は砂糖の3倍ぐらいですね。皆さん覚えておいてください。簡単でしょ。で、塩と砂糖しか入れないからね、調味料としては。 OK、 じゃあ盛り付けましょう。超簡単ですよ、本当に。そう、汁はね、このぐらいの方が僕は好きなんですよね。まあ、卵は自分の好みで、もうちょっと固めにしても大丈夫です。本当にね、これなんで日本にいないのか、今でも不思議でしょうがないですよ。まあ、作りやすいし、材料も全部ね、そんな買えない材料じゃないし、めっちゃいいなのにね、と思って。まあ、別にこれレストランで食べるもんじゃないからね。レストランでこれを出してる店、あんまり見たことないですね。もう本当に一般的な家庭料理です。お、ちょっと作りすぎたかな。トマト、でっかいトマト2個と卵3個はちょっと量が多いですね。これはもう2人前かな。うん、どうですか、どうですか、美味しそうでしょ。本当にね、超おすすめです。これマジで、この動画見てる全員ね、ぜひチャレンジしてみてください。超簡単です。でも、もう一口いただきましょう。いただきましょう。トマトも、うん、入れて。
ご飯が欲しい。これご飯めっちゃ進むんですよ、これ。今日はですね、次の料理もあるのでご飯食べないけど、一応冷蔵庫に入れておきます。あとでご飯どうしようと思います。いや本当にね、超おすすめです。美味しい。はい、いかがですか。国民的な中華料理を皆さんに紹介しました。これ作らない理由はないですよね。これで何分かな、動画は30分だけど、実際作るのは多分10分ぐらいでも作れちゃうんですよ。ぜひね、ご家庭でお家で作ってみてください。そっか、そういえば今日中国語全然教えてないわ。まあいっか、まあね、料理は料理でいいです。ここまで見てる方、もしチャンネル登録してなければぜひ登録してください。いいねもお願いします。はい、じゃあ次の応用食堂でお会いしましょう。后会有期。